高橋名人の大冒険島だよ。高橋名人を主人公としたアクションゲームで、スーファミ初登場作品なんだ。ファミコン時代から続いてるシリーズだよね。そうなんだ。ハドソンの人気キャラクターが主役のゲームなんだ。難易度は前作より抑えめだけど、新しいアクションが追加されているんだ。例えばどんなアクションが追加されたの？しゃがむことができるようになったり、しゃがんだままハイジャンプができるよ。さらにグラフィックもスーファミの性能を生かして美しくなっているんだ。なるほど、見た目も楽しめるのはいいね。パワーアップアイテムも種類が増えていて、連続して取るとさらに強くなるんだ。具体的にどんなアイテムがあるの？例えば石斧やブーメランがあって、それぞれの攻撃方法が違うんだ。石斧は放物線を描いて飛び、ブーメランはまっすぐ飛んで戻ってくるよ。スケボーもあったよね。そう、スケボーに乗るとスピードアップするけど、停止や後退ができないんだ。それってちょっとリスキーじゃない？そうだね。でもうまく使えば攻略の鍵になるよ。さらにボーナス星を取るとボーナスステージにワープできるんだ。ボーナスステージってどんな感じなの？アイテムをたくさん集められるチャンスがあるんだ。特にミルクはバイタリティを完全回復してくれるよ。バイタリティって何？バイタリティゲージは名人の体力みたいなものだね。一定時間が経過すると減っていって、ゼロになるとミスになるんだ。なるほど、それでミルクが重要なんだね。そうそう、他にも1アップアイテムで残機を増やせるよ。でもステージが少ないと少し物足りないかも。そう思う人もいるかもしれないけど、内容は充実してるよ。敵キャラクターや障害物も多様で、挑戦しがいがあるんだ。どんなストーリーなの？高橋名人が恋人ジーナを救うために冒険する話だよ。ジーナが悪者に石にされちゃって、それを元に戻すために冒険するんだ。なるほど、愛のために戦うんだね。そう、だから感情移入もしやすいんだ。そして敵キャラクターもユニークで、ステージごとに違った特徴があるんだ。ステージごとの特徴って例えば？ジャングルや洞窟、雪山など様々な環境が舞台になってるよ。それぞれのステージで違った戦略が必要になるんだ。スーパー桃太郎電鉄2を紹介するよ。今でも人気の続くすごろく型ボードゲームシリーズの第3作目なんだ。ルールはもうおなじみだよね。どんな新要素があるの？まず、行けるかなという新機能で、出目の数で駅に到着できるか判定できるよ。それに、キングボンビーやミニボンビーも初登場したんだ。キングボンビーって聞くだけで恐ろしいね。そうなんだ。彼の強烈なインパクトに絶望したプレイヤーも多かったよ。他にも取得済みの物件に増資ができるようになったんだ。増資ってどういうこと？購入済みの物件に再び資金を投入して、物件価格や収益率を上げることができるんだ。それに新しいイベントも追加されたんだ。選挙や地方満泊とかね。飛行機で移動もできるって聞いたけど。そう、空港のマスから飛行機に乗ってハワイなどの海外駅に行けるんだよ。この飛行機移動が戦略の幅を広げてくれるんだ。なんだか本当に旅行してるみたいだね。そうなんだ。まさに旅行気分で遊べるボードゲームだよ。本作ではさらに細かなルールや仕様が整えられていて、シリーズの基盤が確立された。具体的にはどんな変更があったの？他の人が所有している物件が青色で表示されるようになったり、収益率も確認できるようになったんだ。そして F1 や地方博物、選挙などのイベントが大幅に増加されたよ。それは賑やかで楽しそうだね。イベントごとの BGM も大幅に変更されて、今でも使われている曲も多いんだ。ちなみに何人まで対戦できるの？ PCE 版は5人まで、スーパーファミコン版とギガバイト版は4人まで対戦できるよ。それにセリフと列車の速度を4段階に調節できるんだ。速度調節ができるのは便利だね。そうなんだ。テンポよく進めたい時に便利だよ。他にはどんな新しい要素があるの？本作から借金状態に転落した時の BGM、破産のバラードが廃止されたんだ。それにカードの種類も増えたよ。カードの種類が増えると戦略の幅が広がるね。そうだね。カードを使った駆け引きがより楽しくなったんだ。だから複数のプレイヤーで遊ぶ時の鉄板のボードゲームとして昇華された名作なんだよ。エルファリアという RPG を紹介するよ。このゲームは独特なシステムで賛否両論ある作品なんだ。どんなシステムなの？まず経験値の概念がないんだ。敵を倒してもレベルは上がらないんだよ。その代わりに魔物に占領された町を解放するとレベルが上がるんだ。それは珍しいね。お金やお店の概念はあるの？いや、それもないんだ。すべて敵からのドロップ品で賄うんだ。ここで重要になるのがメルドシステムなんだ。メルドシステム？それは何？メルドシステムはいわゆる装備のことだよ。5つの欄に防具でも本でもアイテムでも何でも装備できるんだ。それで強さが変わるんだね。でも難しそう。そうなんだ。このシステムが理解できないとレベルが上がらないし、何をすればいいかわからなくなる。でも理解すればハクスラ型のゲームとして楽しめるよ。ストーリーはどんな感じ？主人公パインのもとに謎のエルフの少女が現れて、共に旅をしながら世界を救うんだ。オーソドックスなストーリーだけどよくできてるよ。キャラクターはどんな人たちが出てくるの？16人ものキャラクターが登場するんだ。水、土、風の4つのパーティーに分かれていて、それぞれに戦士、僧侶、魔法使いがいる。戦闘はどうやって進むの？プレイヤーができるのは魔法を選ぶことと戦闘から逃げることだけなんだ。あとは自動で進行するんだよ。それは新しいね。でも少し不安かも。そうだね。でもその分戦略を考える楽しさがあるよ。特定のアイテムを組み合わせてメルドすると特殊能力が得られるんだ。特殊能力ってどんなもの？攻撃時に敵をステータス以上にする効果があるんだ。例えば凍結させたり攻撃力を下げたりすることができるんだよ。それは面白そう。でも難易度はどうなの？システムを理解すれば楽しめるけど、最初は少し難しいかもね。当時は否定的な意見が多かったんだね。そうなんだ。でも今やってみると新鮮で楽しめると思うよ。ストーリーもよくできているし、もう一度プレイしてみてはいかが？スーパーボンバーマンを紹介するよ。スーファミで展開されたシリーズの記念すべき第1作品目なんだ。ボンバーマンの基本的なシステムは変わらないの？そう。十字型に炎を出す時限爆弾を使ってブロックを壊したり敵を倒すんだ。でもスーファミに移行したことでグラフィックが色鮮やかで立体的になったよ。それはいいね。ストーリーモードでは何が新しいの？ノーマルモードでは初めて 2P 同時プレイが可能になったんだ。これで対戦だけじゃなく協力プレイも楽しめるよ。ラスボスってどんな感じなの？ラスボスは爆風じゃなくて直接爆弾を当てて倒す必要があるんだ。その方法がわからず何度もやられた思い出があるよ。笑い。アイテムも増えたって聞いたけど。そうなんだ。貫通ボム、フルファイヤー、ドクロ、ボムパンチが使えるパワーブラブが初登場したんだ。これらのアイテムが戦略の幅を広げてくれるんだよ。バトルモードはどう？バトルモードのバランスも良く、ステージギミックも非常に練られているんだ。様々な面がパワーアップされていて、その後のシリーズの礎となった名作だね。ステージはどんな感じ？全部で6つのステージがあって、それぞれ8つのエリアで構成されているんだ。各ステージの最終エリアではボスキャラクターと戦うことになるよ。それぞれのステージにはどんな特徴があるの？ティースタウン、ロボット遊園地、ドクター、ムックロボット改造工場など様々なステージがあるんだ。各ステージごとに異なるテーマや敵が登場するよ。それは楽しそう。バトルモードのステージは？バトルモードには12種類のステージがあって、それぞれに異なる仕掛けが用意されているんだ。1人から最大4人まで対戦できて、最後まで生き残った者が勝利となるよ。友達と一緒に遊ぶのにぴったりだね。そうなんだ。さらに COM 相手に対戦することもできて、強さも10段階で設定できるんだ。それなら一人でも楽しめそうだね。スーパーボンバーマン、馬体戦も協力も楽しめるバランスの良い作品なんだ。スーパーパワーリーグという野球ゲームを紹介するよ。もともとは PC エンジンで発売されていたパワーリーグの初のスーファミ作品なんだ。スーファミにスーパーがつくタイトル多かったよね。そうだね。このゲームはリアルさを追求しているところが特徴だよ。選手もデフォルメされておらず、ユニフォームや投球フォームも忠実に再現されているんだ。ファミスタやパワプロとは違うんだね。そうなんだ。球場の作りやバックスクリーンなど細部までこだわっているよ。ホームランの演出も当時にしてはかなり頑張っているんだ。試合後にアナウンサーが登場するって本当？そう、中井美穂アナウンサーが試合結果を喋ってくれるんだ。ただリアルさを追求するだけでなく、エディットモードもあるんだ。自分の好きな選手を作れるってこと？そう、自分の好きな選手を作ってペナントレースに参加させることができるんだよ。さらに裏技で戦国武将チームが登場するんだ。それは面白いね。他の野球ゲームとは違う感じがする。そうなんだ。リアルさと遊び心を兼ね備えたゲームなんだよ。その結果、一定の人気を得てシリーズ化されたんだ。どんなシリーズ展開があったの？スーファミだけでなく、他のプラットフォームでも続編が出誕だ。その後も改良を重ねて多くのファンに愛されているよ。鬼人同時前期、列島雷電を紹介するよ。少年ジャンプで連載されていた鬼人同時愛前期が原作の横スクロールアクションゲームなんだ。原作の雰囲気はどのくらい再現されているの？グラフィックの描き込みが非常に丁寧で、原作の雰囲気をそのまま残しているよ。ステージ中の会話も臨場感を高めて、ストーリー展開を理解しやすくしてくれるんだ。前期はどんな感じで操作できるの？前期はチビ前期状態と鬼人状態に変身できるんだ。鬼人状態ではコマンド入力で様々な技を繰り出すことができるよ。例えばどんな技があるの？例えば、グレンという連続パンチや、切れ風流という竜巻を出す技があるんだ。敵によって技の効果が異なるから、使い分けが重要だよ。操作性はどう？若干操作性が悪かったり、当たり判定が曖昧だったりするところがあるんだ。でもコンセプトは良好でちゃんと遊べるゲームだよ。他にはどんな特徴があるの？ゲーム中にヒントやストーリー展開を助ける会話システムがあるんだ。これがプレイの邪魔にならず、むしろ雰囲気を盛り上げてくれるんだよ。ゲームの長さはどのくらい？15面と少なめだけど、各ステージは複数のエリアに分かれていて中ボスもいるよ。難易度も後半になるほど高くなっていくから、やりがいがあるんだ。探索要素もあるの？あるけど、実際には行き止まりまで行って別ルートを探す感じかな。でも隠しアイテムや隠し部屋もあるから、探索の楽しみもあるよ。パスワードはあるの？ないんだ。途中から再開したい場合はステージセレクトの裏技を使う必要があるよ。でもステージ数が少ないからあまり気にならないかもね。全体的な評価はどうなの？判定の曖昧さなど作り込みの甘い部分もあるけど、原作ファンも楽しめる有料キャラゲーだよ。アースライトというオーシミュレーションゲームを紹介するよ。 PC エンジンのネクタリスの流れを受けた作品でスーファミで発売されたんだ。どんな設定のゲームなの？22世紀の宇宙が舞台で、宇宙コロニーがガルト帝国を名乗り独立するんだ。プレイヤーはハンガルト陣営、連邦軍の指揮官として戦うんだよ。なんだかファーストガンダムみたいな設定だね。そうなんだ。キャラデザインや機体デザインもガンダムやマクロスに似てるよ。ターン制のシステムで地形効果を活かしながら戦うオーソドックスなスタイルだ。地形効果って何？地形によってユニットの戦闘力が影響を受けるんだ。例えば山地や平地で違うよ。ヘックス型のマップでユニットを動かして戦うんだ。ヘックス型のマップって蜂の巣みたいな形のやつだよね。そうそう。それにユニットごとに白兵戦やビーム、ミサイルなどの武装があるんだ。各ユニットの武装を生かして戦術を考えるのが楽しいんだよ。ユニットの開発とかはできるの？それができないんだ。あらかじめ用意されたユニットを使って戦うんだよ。でも新しいユニットが登場するたびにチュートリアル的なシナリオがあるんだ。それなら初心者でも遊びやすそうだね。そうなんだ。シンプルなルールで理解もしやすいし、新しいユニットの使い方もわかる。それにゲームクリア後には称号がもらえるんだ。称号？それって何か特別な効果があるの？ゲーム自体には影響しないけど、戦果をポイント化して評価されるんだよ。さらに2周目以降はハードモードが楽しめるよ。どんなハードモード？自軍、敵軍ともに攻撃力が倍になるんだ。もっと緊張感のある戦いが楽しめるよ。それは燃えるね。ストーリーはどんな感じ？ガルト帝国が独立を宣言して他の宇宙コロニーを侵略するんだ。連邦軍の指揮官としてそのガルト帝国と戦うことが目的なんだ。具体的にはどうやって戦うの？ユニットを動かして敵のユニットを倒したり、重要な地点を制圧したりするんだ。特に浮気ドックを制圧すると新しいユニットが手に入ることもあるんだ。浮気ドック？それは何？ペルガミノって呼ばれる施設で制圧するとユニットの修理や補給ができるんだ。経験値もあって戦闘を重ねることでユニットが強くなるよ。それって RPG みたいだね。そうなんだ。でも次のマップには持ち越せないから、その場で活用する感じだね。なるほど。一戦一戦が重要なんだね。その通り。だから毎回の戦略が問われるんだ。音楽も素晴らしいよ。クラシック音楽をアレンジして使っているんだ。どんな曲が使われているの？ワーグナーやチャイコフスキーの曲が使われていて、ゲームの雰囲気を盛り上げているんだ。さらに BGM を自由に聴ける音楽モードもあるんだよ。それは音楽好きにはたまらないね。